皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はじめまして、私、石井純一郎と申します。東京工業大学の学生で、理工学研究科国際開発工学専攻に所属している修士の2年生です。大学では太陽光発電システムのリサイクル、リユース、適正処理に関することをやっています。趣味は、読書と散歩で、散歩に関して言いますと、特に外神田、湯島界隈をぶらつくのが大好きです。本日お話しするのは、私の、課外活動、課外活動を通じてこれまで学んだこと、何をやっているか、そして皆様にお伝えしたいアイデアが少々ございますので、そのことについてお話したいと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。まずはじめにご紹介いたしますのは、インターナショナルディベロップメントアカデミー東京といいまして、宣伝じゃないんですけれども、このチームに私も所属して、いろいろと活動を行っています。東京工業大学国際開発サークル、公認サークルの一つです。通称 ID アカデミー、こちらが本名です。皆さんも ID アカデミーと呼んでください。でこの ID アカデミーというところで、僕たち、そして僕のチームメンバーが何をやってきたのか、簡単に申しますと、ものづくりを通じて社会に貢献するような活動をやってまいりました。っていうのもなんかちょっと傲慢な気もしますけれども、世の中には言うまでもなく、時代感覚を共有する皆様なら言わずとも分かってくださると思いますけれども、さまざま問題がございます。地域社会、日本社会、国際社会ともろもろございますけれども、私たち IDA のメンバーはまずはその問題について知ろうと、これは誰でもやってらっしゃる。そしてそれを解決するには、その進行を食い止めるには何をすればいいのか、アイディアを議論し合うこと、そしてここたちが、ここからが、自分で言うのもちょっとあれ僭越なんですけども、偉いところ、実際のプロジェクト、実際の活動を通じてこの解決に貢献できるようなことを実際にやっていこう、これが僕たちのやり方、特にものづくりを通じて社会問題を解決しよう。適正技術という言葉がございます。皆様よくご存知と思いますけれども、技術事業者、環境に配慮しており、幸福度の向上、あと持続可能性に資するような、そのような技術開発を通じて、社会に貢献していければと考えております。でこれまで実際にどのような活動をやってきたのか、始まりは2008年、東工大に来たネパールの留学生のサビカス、あとバングラデシュからの留学生のモイノルさんという、この2人が発起人です。 IDA で彼らが聞いたのは、ネパールの農村地域でどうも、農民が収穫したジャガイモと玉ねぎの長期保存ができない、これ私たちで何とか貢献できないかということで、低コストの冷蔵システムを開発し、そしてこの夏に現地に導入してまいりました。他には電気を使わずに生活を豊かに、そして楽しく、そうできるような何かものを作ろう、そしてそれを子どもたちと一緒に開発することで楽しんでもらおう、そのような企画をやってまいりました。これがその時の写真。他にはケニアで長期滞在の経験がある原口さん、彼もメンバーなんですけれども、彼の経験に基づき現地に導入するのに最適な炭の開発および改良、そして導入システムの確立みたいなものをみんなで考え実践しております。他には、これ私が住んでいる寮なんですけれども、寮にはインドネシアからの留学生、イスラム教徒が多いです。彼らは日本国内において、その日本国産のフレッシュな肉を食べることが困難、ハラールという約束ごと戒律がございます。ですからその戒律をクリアした国産の肉を手に入れる術がないか、それに IT 技術を使ってその情報提供することで貢献できないかということで、ビジネス本家に応募し、これは現在進行中なんですけれども、なんとかやっております。他にはベトナムからの留学生の要望に応え、実際にベトナムに行き、現地の農民の収穫した農作物の付加価値を高めるには、自分たちに何ができるだろうということを考えてまいりました。これもまだ進行中だと。これ私なんですけれども、この春にマーシャル諸島共和国というところに行ってまいりました。その南の島なんですけれども、そこではどうも海水ばっかりが、海があるのでもちろんそうなんですけれども、どうも淡水が十分に手に入れることができない、そういうことで現地の大学生ハーティス・ビリさんを筆頭に、カレッジ・オブ・ザ・マーシャル・アイランズのスチューデントたちと一緒に、ここに見えます簡単に作れる、誰でも小学生でも赤ちゃんでも作ることができる海水淡水化装置というのを一緒に作り、そして導入してまいります。これも現在改良中、どれもこれも
教室にいて勉強しているだけではできない体験です。そうなんです。実際に私たち大学で生活しておりまして、まあ、ソーシャルイシュー、アイディア、まあ、このあたりまではよくやります。いろいろ賢そうな議論をしたりだとか、ああでもないこうでもない言い合ったりしている間にどんどんなんかその議論ばっかりで満足しちゃってて、この現実にアクションを起こすその一歩が踏み出せない。ここをなんとか形にしようと、まあ、そこに僕たちの力を入れてやっております。そう、この一歩を踏み出すということを皆様にもお勧めした。この会場には今日あまり高校大生の方がいらっしゃらないようですけれども、私は声を大にして皆様に提案いたしたい。高リスを飛び出し自ら進んで実際にアクションを始めてみませんかと。実際アクションを起こすことによって、ああ僕たちは生きているんだと、主体的に問題の解決に取り組んでいると、まあ、そのような生きる実感を得、そして活動を通じ普段では出会えないような友人、そして仲間や何かに出会い、そして楽しく活動をする、いいことです。そう、さらに議論だけじゃない有機的な実際に活動するからこそ手に入れるような知見、学びなどがその現地にはあります。そう、議論ばっかりしてても、まあ、無意味とは言いませんけれども何も起きない、変わらない。実際にアクションを起こし、更衣室の外に飛び出し、何か実際に仲間と一緒に活動を始めようということを提案したり、いろいろなメリットがございます。ということで、この春なんですけれども、いろいろとその仲間を集めよう、一緒に活動を起こしてくれる人を集めようとその声をかけてみたんですけれど、なかなかどうもその首を縦に振ってくれないと。まあ、分かる、楽しそうだというのは分かるし、まあ、そっちの方がいいんじゃないのというのは分かるんですけれども、どうも自信がないだとか、実際に何をすればいいのか、そのようなコメントを多々いただきました。まあ、その気持ちは私もよく分かります。自分も実際にそのようなことを言っており、結局気づけば終始1年生ですから、本日はまあ僭越ながら、別に一歩踏み出して新しいアイデアを形にすることは大変なことだけれども、そんなに難しくないんだよということと、何をしたらいいのかわからないという方々のために、まあ、僕の一例というものを紹介させていただきたいと思います。私の手です。すべてはものづくりワークショップから始まりました。散々偉いことを申し上げておりましたが、これ2年前の写真です。スイーツなんぞつまんでおります。僕も割とそのもろもろ世の中に問題がございますけれども、具体的なアクションを起こすことができず悶々としていた男でした。そしてなんとか学士論文を書き終え、で地震が起こり、ああいよいよ何かせなまずいなというところに、まあ、研究室の先輩町田和俊君が僕に声をかけてくださいました。一生 IDA に入らない、まあ、実際 IDA 活動しているのは知っていましたけれども、まあ何ともピンとこない、まあ、そのように過ごしておりましたが、まあ、いろいろ参加することが、まあ、いいきっかけになるんじゃないかと思って飛び込んでまいりました。でご覧ください、これが IDA のアクティビティと時間の流れを示した図なんですけれども、2008年先ほど申し上げましたモイノルさん、サブタさんがいいアイデアを持って活動を開始しました。そう、一気に機運が高まりネパールに導入。しかし私が入ったこの2011年というのはですね、初期の主要メンバーという方々がまたどっかに留学しちゃったり、あと卒業しちゃったり、あと研究がますます忙しくなってプロジェクトに手が回らない、そのような状況です。ですから実際この時僕 IDA に入ったとしても、そう、口を開けてら何か活動が降ってくる、一生君これやればいいよ、そういうのは先輩たちがくださるという状況ではなかった。まあ、すなわち自分で何か考え始めなければならなかったということです。だから僕はどう振る舞うかによって、まあ、うまくいくのか、まあ、下がっているのか、それとも速攻で潰れるのか、まあ、このような状況でございました。まあ、入ったことはいいきっかけだったんですけども、実際どうすればいいのと、まあ、とことん悩みましたけども、まあ、誰か仲間集まれば話が始まるだろうと思いまして、仲間集めから始めることにしました。3人集めよれば文字の知恵でしたということで、そう、散々いろんなところで声をかけたんですけども、結局集まったのは今からご紹介する6名竹久君、川原君、安藤君、そして深尾君に神沢君に加藤、この6人と私1人合わせてこの7名がそのニュージェネレーション、 IDA のニュージェネレーション、新しく何か始める、その声のもとに集まったメンバーです。この彼らが共通して持ってた意見というのは、
そのもういい加減その議論ばっかりは嫌になった。実際にアクションを起こしたい。何でもいいから体を動かして形にしたい。そう。勉強して、まあ、頭良くなってて、ちょっとアウトプットの場が欲しいな、そう考える、そういう人たちです。しかしまあ、集まったらいいかどうしようという話で、まあ、このまままたあの議論みたいなところがずっと続いていっちゃうかなと思ったんで、まあ、どっか相談できないかと思いますけど、学生支援会に行きました。学生支援課に行くと誰か手を授けてくれると、まあ僕も甘かったんですけど、支援課に行くと、いろんなそのコンペティションの、 あの募集要請みたいなのが置いてあります。まあこれはいいや。まあとりあえず手っ取り早い、何かそのチームの全員でコンペに参加しようと、そういうことを決めました。じゃあ何をするのか、早速そのチラシを片手に食堂に集まり、みんなで議論。まあ現状どのような問題がある。もっと申し遅れましたが、このコンペティションというのは、あの若い世代の団体がその社会の諸問題を解決するための活動を行いたいと考えている若い学生のグループに対して、その活動資金を提供してくださるというものでした。で、まあどういう企画がいいかなとみんなで話し合ったんですけれども、現状理系離れだとか、なんとなくそのさっきから繰り返しあの原さんたちがおっしゃった閉塞感、あと座学中心ばっかりで、実際アウトプットの、まあ、論文とかその程度しかないなとかいう、あとさっきの東日本大震災とか、まあ、コロコロ上がってきます。じゃあ実際なんでそういう問題が、そういう現状になっているのか、問題点を見つけ、まあ、理系の学問楽しくないよね、難しいよねという認識、みんながなんかそんな、まだそこまで超でかい壁にぶつかる前からそういうふうに思い込んでしまっているのが原因なんじゃないか。あとやらされる勉強、受け身で自分から進んで何かを掘り下げるっていう経験がなかなかできていない。あと実践の場の欠如、この受け身っていうのとつながりますけれども、実践をすることができる場があれば、この受け身の姿勢からそのポジティブにあの問題に攻めていく姿勢みたいなのが、あのみんなの心の中に芽生えていくのではないか。で、まあ、あとは透明の問題として電力不足が何かあるのではないかなということで、さあこの問題を解決するために何をしよう、バンと電化で乗り切れ計画停電、子どもとものづくりワークショップということで、まあ、生活を便利にする電化製品というものを開発しまして、それを子どもたちと一緒に作って楽しめば、まあ、さっき取り上げたもろもろの問題の解決に、まあ、ちょっとでも貢献することができるんじゃないかなと、そう考えてこの企画を行うことに決定いたしました。2011年の6月頃の話です。で、まあ、この活動を通じて学びと実践の融合ができればそう思ったんですけれども、実際何を作るか、これです。非電化扇風機、足踏み式扇風機です。これは実際結構受けが大人には悪くて子供には良かったんですけど、うちは使えばいいじゃないかと思っても、まあそうなんですけれども、私が強調したい点というのは、ハンズフリーで使えるという点ですね。それでですね、まあ、ちょっとくだらないと思った方も正直いらっしゃるかもしれませんけれども、この程度のものを作るのも結構大変だったんです。アイディアが出た足踏み式扇風機、まあ、理想的にはその夏暑くなっちゃってイライラします、だから貧乏ゆすりをします。この貧乏ゆすりのこのイライラのこの振動をペダルにぶつければクールダウン、心も体もクールダウンされるのではないか、そう思ったわけなんですけども、お手本があったわけじゃない。真で言うならばレオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチ。これで彼が、まあ、何かどっかのウェブサイトでですね、足踏み式の送風機みたいな描いているものがあったんです。だからそれを参考にということでプロトタイプ作りを始めましたけれども、まあ、これが100円ショップで買ってきたなんかボロボロの材料を集めて、まあ、作ってみたんですけど、まあ、動きませんでした。いろいろその構造的な問題とかもあったんですけども、単純にその原因は作りが雑だったりと。しかしこの一個形があることで、この具体的なものから議論をすることができた。制作の過程でこんなちょっとくだらないものもできました。まあ、多くは説明しません。プロデューシーです。で、最初のプロトタイプからいろいろと考え、汗を流し、まあ、結局はその足踏み式ミシンの構造が参考になるのではないかということを、機械工学の先輩に教えてください。
なんとかその設計図を手に入れておいて、それをもとに制作いたしました。原理は分かっているので、必ず作れるという自信はあったんですけれども、どうも形になるということで、このプロトタイプ3は、踏み続けると壊れます。この発泡スチロールが外れちゃうんですね。で、そうこうしているうちに、まあ、これがその使用の意味です。例のコンペティションの日が近づいてまいりました。結局、資金獲得、あなたたちのこの活動をやってもいいですよということを許可いただいて、お金もらえることが決まったんですけれども、まあ、私はここでちょっとした衝撃的な体験をしました。と言いますのも、かなり、そう、気負い込んで、俺たちはやってやるんだということで、このコンペティション会場に行ってみました。周りには、その、若い世代でいうと、もうちょっと年上の、これまで社会的な活動をガンガンやってきましたっていう、そういう、勢いのあるすごい人たち、スーパーマンみたいな人たちがたくさん大勢コンペ会場にいると思ってたんですけど、実際コンペ会場を見てみますと、自分たちと同世代がそれよりも年若い人たちが多くて、ああ、もっと早くから活動をやっている人はこんなにもたくさんいるんだ、僕たちのこういう活動っていうのは何も特別なことではない、まあ、ちょっとその他の参加者の方には失礼かもしれませんけど、まあ、誰でもできることなんだ、実際僕たちは大したこと、別に大したことをしてないじゃないかとか、まあいろいろ思ったんですけれども、とりあえずお金いただいたんだからやるしかないし、まあこのような会場で、まあそういう人たちの中のプレゼン、そういう人たちが集まった中で、そのお金を獲得できたということは、まあ自信にもつながりました。だからもうやってやる。この時結構チームのメンバーの心が一つになっていると思います。もうあとはもう流れですね。チラシを作り、小学校にイベントの告知、これを配ってまいりました。あと子どもたちが作りやすいように、まあ、キットかということで、この神沢君のを筆頭にそのキット作りに励み、そして会場の準備、まあ、いい表情をしております。そしてまあ東工大の地元の公民館でイベントを開きました。親御さんいろいろやってきてくださいました。これが実際の光景で、これが動画です。この女の子はなんか途方に暮れちゃってますけれども、結構お父さんがかなり熱心に取り組んでくださって、それはありがたいことです。回ってますでしょ、子供でも作れるんです。でまあこれがその後の反省会の様子なんですけれども、このワークショップ結構勢いで始めた部分はあったんですけれども、かなりご好評いただきました。これはありがたいです。そしてなんか特に嬉しかったのが、子どもたち、まあ、子どもたちの感じにまあまあ喜んでくださったんですけど、親御さんからのコメント、このイベントが終わった後も子どもがあの扇風機作ったのをいじいじして離さない、改良するにはどうすればいいのか、お父さんがその子どもの要望に応えるために、店に行って工具をいろいろ買ってきて、どうすればうまく改良できるのか教えてください。このイベントが終わった後もいろいろその親御さんからそのような好意的なコメントをいただいて、つくづくやってる、最初本当に意味があるのかわからなかったんですけど、そこで議論、その議論だけでこの素晴らしい大会というものができませんでした。そしてさらにその社会に与えた影響というのに加えて大きかったのが、やればできるという自信、それを僕たちメンバーの一人一人が、まあ、手に入れたという、このやればできる、一通り企画、アイディアを、企画して、それを形にするという体験、そしてそれを成功させることができたという体験というのは大きな財産で、初期のこの7年、このワークショップを皮切りに、最初の方に紹介したような、取り組みというのを各自で独自にどんどん始めるようになりました。まあ、この過程でどんどん仲間も増えてまいりましたし、結果的にこの最初の一歩を踏み出したことが全てにつながったり、これがアクティビティのグラフ、まあ、こんな感じでしたけれども、仲間たちで成功体験を共有したことで一気にアクティビティ、勢いもうなぎ上る、今もまた活動を続けております。そう、この体験から僕たちが学んだことというものを、まあ、最後にご紹介いたしたいと思います。初めから諦めない、諦めていたらまあ何も起きます、私たちにこれをやる能力がない、そういうのがあります。初めから諦めない、できるところからやる、このできるところからやるってところが大事で、まあ、第一歩が友人にアイデアを話してみるというところだと思います。まあ話してみるとその意見自身も磨かれますし、仲間も手に入るかもしれません。
そして重要なのがプロトタイプを作る。その形に落とすということがやっぱり重要で、そのアイデアで終わらせてたらやっぱりふわっと、このアイデアがなかったことに最後に形として証拠に残す、その発展の歴史をこう示すようなものっていうのを作る、地球に作る、あと勢いを作る。多少無理だと思っても勢いでガッといけばなんとかなることもあるということもあります。で最後、さあいざ皆さん方も各々頭の中に素晴らしいアイデアだとかいろいろあると思います。今後将来皆さんがその頭の中に思い描いているアイデアだとか思いだとかを社会にどんどん発信し実現させていく、そのような時が来ることを望んでおります。まあ偉そうなこと言いましたけど、僕たちもまだこれからも一緒に頑張っていきましょう。どうもご清聴ありがとうございました。